まりものが多いんですけど、あの石像4枚ありますかね。
その方が便利じゃないですかっていうのは心で読み取れるといいよね。でもどっか旅行行きました、東京じゃないところ北海道の鹿児島でいいんですけど、行った先で天気図見たらそこの場所を見ればもう読み取れるわけです。ああ、もうそうなんですか。でも今日の天気図なのに、今日の天気図なのに、だいたい明日、明後日ぐらいまで予想つきます。その明日の予報とか明後日の予報ってこうわざわざ言ってもらわなくても、大体分かるんです。今日もこれをこう見ると、ああ明日はこんな感じなのかな、でいいじゃないですか。っていうようになったら便利じゃないっていう話です。それで、まあ、そこにそうなれるためには、まあ、実際に書いてみると、あ、そういうことねって分かるのが一番いいよねっていうのを今日書くんですけど、書けるようになるということと、あの今日はある3月31日の1枚しかやりませんけど、できる大体この登場人物を抑えれば年が年中大体こう操縦して出てきませんから、あ、こいつと今日はこいつ出てきたな、あ、明日はきっとこうなるのかなって分かるように、彼らの生い立ちと性格をちょっとしとこうだっていうのがこのテキストの1枚目です。してますね、そのぐらい。ということでですね、低気圧っていうのは相対的に周りよりも、周りと比べてですよ、周りと比べて相対的に気圧が低い場所、相対的に逆に高ければ高気圧です。で、皆さん、この間芸術館前で今日測ったじゃないですか。で、あれが一箇所じゃなくていろんなところで測ると場所の低気圧で高かったりするわけです。全体で見たときに相対的に低いところを低気圧、ある値よりも低ければ低気圧と対になって、周りを見渡して全体よりも低ければ低気圧です。相対的に高ければ高気圧です。で、等圧線っていうのが天気図に出てきますけど、気圧をいろんなところで測ったときに同じ気圧の場所の点をずっと結んでいくと等圧線です。地図で言ったら等高線と同じ高さの部分をこう結んでいるところが等高線なんです。あれと基本的には一緒です。で、
北半球の場合、低気圧の周りではこんな風になってる、高気圧だとこんな風になってる。これも大体知ってるかもしれない。これで、低気圧の周りは上昇気流が生じて雨雲が発達しやすい。高気圧の周りは天気が悪いし、雲ができないから。と、はい。低気圧が来たら天気が悪いことから知ってますと言う人は。どんぐらい知ってます？っていうのはほとんどないですね。で、理由はどうやら上昇気流が生じて雲ができるの。なんで上昇気流？低気圧だとなんで上昇気流になってきてるの？低気圧
ち上がってさ、こうやってこうやってこうやってなるようになるのは非常に自然になるんです。これだからこれが低気圧上昇、高気圧下降っていうことも基本的なここで言ってることですね。文字で書くとその2行だけですけど、こういうことだ。じゃあ今度ですね、上昇気流ができると雲はできるんだって。なんで上昇気流ができると雲ができなくちゃいけないんですか。なぜ、なぜ上昇気流だと、なぜ雲が、なんとかでか、なんとかでか、凝結しちゃうんだね。凝結しちゃうの。なんで凝結しちゃうの。なんで凝結するか多分知ってるわけだよね。知ってるから大丈夫だね。あとで言うといて。前回計算したものの中に飽和水蒸気圧ってあったじゃないですか。覚えてる、覚えてる。あれ何だよ、飽和水蒸気、何でしょう、飽和水蒸気圧、何だろう、一番最初に聞いたのに。俺にはちょっとね、
違う、2番目の全然無事で、温帯低気圧と全然に付いて、温帯低気圧と全然に付いて、全然4つ知ってる、全部名前覚えてる、温帯低気圧、温帯低気圧知ってる、はい、関連前線知ってる、うん、データ前線知ってない、うん、そう、そうなんです、あとは閉塞前線、閉塞前線は知ってない、全然知ってない、温帯低気圧は、温帯低気圧は知ってない、知ってない、知ってないよ、でも低気圧はしてるな、高気圧もしてる、でも温帯低気圧、温帯ってなんかちょっと作るんだって作るんだってさ、なんでわざわざつけるのかって言うからなですね、知ってない、温帯低気圧
のは、鉄板のパターンがあるんです。でそれ知ってる人は先読めるんです。予報できる、明日どうなるって分かる。正解ですね。の上で電気圧をちょっと小さいのがポンってできる、できるんじゃない。この前線の上っていうのは周りから空気が詰まってきて上昇っていうのがあって、電気が悪くなります。電気が悪くなると戻って低気圧にこうなっていく運命です。それで、まあ、低気圧がちょっとできるっていうのは、まあ、この前線のどっかなんです。どっかなんですけど、できたとして、じゃあできた後どうなるかっていう話。できてそのままずっとこの停滞前線のままか。話が実はできると、できた次の瞬間から変わってきます。どう変わるか。最初、出来始めの発生の時期といいます。で、次、発達、衰弱、低気圧にも、こう、生まれて変わりやすい時期と、生意気やってやんちゃな時期と、だんだんこう、追い越していく時期があるわけですよ。もう、無茶はできませんっていう、もう、年を切ったんで、必要はできません、無理ですっていう日が来るわけじゃないんですよ。それで、それどういうふうに変わっていくかっていう話です。まずできることですね。できることできますと。できた瞬間から、何やるかっていうと、まっすぐだったはずの停滞前線を、なぜかこう2つに分けるんですね。寒冷前線と温暖前線。なんでだ、なんでそうならなくちゃいけないの、なんでだ、なぜだ、なんかこう東側は温暖前線だ。なんか別に知らない。どうしても、どうしても来なくちゃいけないのか。そうなる理由があるわけでしょ。そうじゃないといつもはそうならない。たまたまじゃない。必ずそうなる。暖気は、低気圧の周りはこんな風に流れるよって最初の書いてある、ね、これね、1枚目でこうさらっと書かれると、まあこうなんか全て円で、ね、対象に見えますけど、これ対象じゃないよ、実際は。南は暖かいし、北は寒気。それで最初こう均衡してたのに不公平が起こり始めるわけです。西側では、西側ではどっちが有利か、西側では、あっち側では、こう押しくらまんじゅうってことがどっち有利か。寒気有利じゃないですか。電気の周りこうなるって言ってんだ。寒気はとにかく南にどんどん下がろうとして流れて、ここ低気圧の周りこう流れてるって言ってるし、こうどんどん下がろうとしてるし、で寒気はそんなどっちかというとちょっと逃げ気味に流れろって低気圧って言われてるわけです。じゃあもう降りてる、そもそも。だから寒気がどんどん押していくぜっていう前線になって絶対なんですよ。どんどん流れを。逆は東と逆ですね。完全に暖気を取って、勝っちゃうね、それは。暖気を押すわ、寒気逃げるわ、もう勝負にならないです、スクランブルとしては。ね。っていうのが発達期ですね。ここまでと結構やっちゃしたいね。右も左も。あ、ないのことやらましょう。ところがですね、そんなこの、ちょっと昔はやんちゃもやったけども、だんだんこう、そろいを言ったら、そうとも言ってられなくなる日が来るんですよ。
なんか早くて女の船が北上するのにもうそいつらも追いついちゃうわけです。どっかで追いついちゃう。足早いの全然なんでだろう。食べるのなんで足早いの。
多分もいらっしゃるっていう話なんですけど、乱走路にしてたらこのぐらいが普通にやってもらえないこれがこうなってしまうと、まあ、あのしとしと雨ですけど、しとしと雨じゃないですけど、朝から晩まで数百キロですよ、ここから、なんか、静岡、名古屋、あっちの方がずっと雨ってことですよ。ってなると、まあ、一日明けのところに天気が悪いんだ。明日も悪いでしょ。今日も明日も悪いことでね。っていうような感じ。その辺は、つかめてるかつかめてないので、あ、明日もこうなるな。明日はまあ、ちょっとマシなるなっていうのは、全然話が変わる。ということでですね、今日出てくる登場人物の大分スポーツ選手はこんなもんになりますが、まあ、最後に一つだけ、2枚目のテキストにおまけです。おまけです。おまけですけど、これからのシーズンちょいちょい出てきますね。来週よくしたら来るかもしれない。ね、こいつが。来週来るかもしれない。一応はやっぱり今日これ午前食って感じじゃないですか。温帯でできる低気圧もあればもちろんここで学ぶやつもいるわけですよ。でそいつは全く別物だ。前線なんかないし、でもぐる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 回ってて、本体的にやってるよりも全然風強いですっていうね。ガラパスコと全然違うわけです。でも右も左もとにかく雨です。不公平とそういう悠長なこと言わない。とにかく雨です。どこにかで、それが熱帯低気圧だ。というわけですね、まあ、熱帯でできる低気圧も熱帯低気圧ですね。ほんで、中心付近の最大風速が 17.2メートル以上の偉い風になったら、まあ、前回は風がかかりましたね。いくらぐらいだったっけ。やめとる。1メートルとそのまま 0.7 メートル、まあ、全然風が出てなかったね。あれがですね、17メートルなんです。偉い。木も倒れちゃうし、なんかもう飛んできちゃったぐらいの風になると、台風っていうね、名前を変えます。で、前線はどうもありませんよって言われます。寒い
ムトラクターたちがそんなビシッとかっこよく答えてドハズしてかっこ悪いからこれはもうテンションですね。こんぐらいだと思いますっていう感じに情報出したわけです。これは台風出てきたらこんな感じになるっていう話です。で、以上登場人物はこんなもんであります。これ一人は大体読めます。いつでもどこでも年月読めます。じゃあですね、これ踏まえまして書籍に書いて、この書きかけのやつ全部完成させちゃおうじゃないか、40点取ってもじゃないかという話です。
気圧、僕めちゃくちゃ重要です。気温と気圧めちゃくちゃ重要です。右肩、左肩、両方重要かもしれないじゃん。でも、全然意味違うってことね。ルール決まってますから。左にあるのが気温です。右にあるのは気圧です。下2桁しか言ってくれないし書きません。1014ヘクトパスカルを14と書きます。ごめんね、蹴っちゃった。いいですか。14ヘクトパスカル、1014ヘクトパスカル、いいですか。でこれ一つ目のルールで、これはまあ単純にだんだんと寝なきゃ大丈夫なパワーです。メモして聞いて。2番目はですね、低気圧、高気圧、前線の位置について言ってくれます。これは緯度、経度を合計何度、北緯何度に、いよいよ眠いです。いや、これがもう本当長いですからね。このパートめちゃくちゃ長いです。僕でもここ逃したら、その書きかけのテープ、今 L とか A とか書いてあるんですけど、これ書けませんもん。ここ逃したらアウト。これ第二関門ですね。これで低気圧は L、高気圧は H、熱帯低気圧は DD にする、大陸は D にする、こんな感じです。それで移動方向とかいろいろたまに言ってくれますんで、どっち向きにどんな速度で動いてるんだっていう、いずれからそれちゃんと入れたりしますね。ほんでまあ、ほとんど動いてません、ステーショナリーだったら ST って言われます。で、まあ、ゆっくりだけどちょっと動いてますっていうのはスローなんで、まあ、前線も緯度、経度を全部言ってきます。で、北緯何度、東経何度、北緯何度、東経何度、北緯何度、東経何度を通る寒冷前線が重要なんですね。だから今度情報がどんどん増えますんで、それを全部こう結ぶんですね。北緯何度、こういう感じで。ほんで、書きかけのこの漢字がだんだん出てくるわけですね。この感じが。で、あ、ちょっと言いませんね。重心の気圧、指導って言いますけど、数字何ヘクトパスカル、コンティング何ヘクトパスカルでっていうのは、重心の気圧、これ書いてますね。これで、まあ、前線の種類によって記号書き換えて、書き入れてくださいねっていうところまでいけるわけです。ここまで終わると、無事、この書き込みの漢字に来週もなるはずです。これはもう特に、もうルールさえ覚えておけば、全然問題ないわけです。とにかく寝なければ大丈夫。絶対です。で、最後、3番目、討伐の引き方です。ここからですね、今日これ練習しますけど、ここからなのか、ここから。討伐の引き方です。で、討伐の引き方も、
120と1000と1020と980が間違ってる。ここよっぽど低いな、ここよっぽど高いなっていうのが分かる。パッと分かるように、そこを太くします。で、初めに両極小で本当にやったら、こうやって書いてあるんですけど、これ、1本だけもうすでに書いてあるんですね。1016ヘルトパスカルの等圧線か、もう書いてあるんです。書いてあって、こいつは、ここまでは教えてくれるの。ここまでは。だから、ここは苦労した。引き方を知らなくてで、こことこことこことここを結ぶのが1016であるから、もうそれを教えてあげる。言ってくれます。いや、これはもう考えない。めでたくですね、めでたくその書きかけの当然を、あの書きかけの研究を安静なところまで来ます。じゃあ来たらですね、次にこういよいよ新しい自分の手で書いていく等圧線をちゃんとこう入れて観察していこうかなっていう感じですね。なんで、まあ、原則どれやかですね、等圧線の名前から言えばね、あの不自然に書くこととか、デコボコとか、なしです。みんなできるだけ滑らか。地図の等高線の感じだと思ってください。あれを既に書くとしたらおかしいんです。基本的にはあれと一緒です。それで、まあ、各地点で気圧の観測してあるんで、ここが書いてあるんですね。右側に気圧があるわけです。ここら辺を見れば、あ、ここ12だ、11だ、でもあるんで、それを元に引いていきます。で、お隣の等圧線っていうのは、今1本16が引いてありますけど、12とか20とか、あのお隣同士が基本的に比較的平行になってるはずです。まあ、地図の等圧線と一緒です。で、まあ、どっかからかちょっとずつ離れていくとか、あのそれはありますけど、基本的には急に狭まったりとか、もちろん当たり前ですけど、交わるのがありえないです。分岐も絶対ある。ダメです。それで、低気圧と高気圧、中心に教えてくれてますけど、これもとりあえずね、あの等圧線、一本の OF、もうあらかじめ書いてあるものが、一本の OF がヒント多くなってくるんで、楽になります。増えれば増えるほど、最後は楽になるんです。ということはですね、一本も何も考えずに引けちゃうとかあると楽なんです。低気圧だったらもう、ってこうやっとくとですね、もう楽なんです。何言うんだろう。高気圧だったらですね、ってこう、一本やっとくと楽なんです。何も考えないです。で、あのちょっと高気圧が大きめですね。低気圧ちっちゃいです。そんなアバウトなんて言われてるんですけど、アバウトでもいいから、とりあえず行く。で、あの周りにひょっとして根拠がある場合は、根拠がある場合は、おここに1004あるな、1004の地点がある。これはちょっと、ここは取っといた方がいいのかなって、ちょっとかけまではいいんです。でとりあえず、低気圧がこういうの先ぐらいの大きさで、くるっと巻いてね。そして、高気圧の周りが、親指台よりちょっと大きいぐらいの感じで、ぐるっと、一本何も変わらないで、えっ、引いといて。そうすると、一本増えますから。だから、今、1014ぐらいで、ここに一個あって、ここに一個あるってなると、もう水を出てくるわけです。何も変わらない。で、そいつとお互い平行である方がいいんだなっていうことを考えながらやるので、どん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 楽になる。こう。それでですね、まあその辺で、この、
どういうことですか。あ、聞いたこともない。してる。聞いたことない。言葉知らなくてもいいんです。まあ、でも、あ、ビジュアルメディアもそうか。それぐらいのことですから、ね。まあ、格好つけた名前ですけど、そんぐらいのことはできますよ。っていうぐらいの話だと思います。こっちにしようかな。内装と外装についてお話しします。
でもこれ12だ。でもダメだ、12じゃねえ。俺が欲しいのは16。どうぞ。16どうする？さっきちょっと当たり前な感じがしないでしょ。でも16あるでしょ、どっかに。ある感じするでしょ。どうやこいつの1にあるよな。多分11、12、13ってことは14、15、16だろうなって、こういう話です。これをですね、日時点の外側に値を入れるので、外装っていうんです。わかった。これでいける。これ使えば、あの観測地点ない海の上もどん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 増やしてますから、あるところを使って、そこからどんどん外に伸ばしていく。一本引くたびごとにほとんど隣は平行、隣は平行で中心がどっかこうこんななってから、そこにこうたどり着くまであと一歩ですよ。こんな感じで、でどん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 楽になる。後半どんどんこうお互い平行にっていう本数増えてから増えていくと楽になります。内装と外装を駆使して聞いていきます。で、まずですね、もうこれでいけます。これでいけますので、まず全12ヘクトパスカルを見てみよう、2時までに見てみよう。
だって10人よりも外側やったら10人よりも高いものが来るはずや。で、11とかやったら内側にあるはずや。ここで20になっちゃった。もう11。あと3。23。これ負けた。これよりも外側っていうことは、ほら、こっち側に10があったらおかしくない。10と11があったら、うん、でも外側挟んでもっと内側はもっと低くしてるやん。だって、この16の線はクロック始めから引かれてるわけで、それも外側に来る小玉なんですか。Okay.
わけで、で、お前がもしそんな線を引いてしまうと、今、この低気圧とこの低気圧が影響して、この線16、また線12っていう線を引こうとしてるのに、それで新しくまた、新しい低気圧を作ってしまうことで、線に囲むと始めるんです。ということは、それは間違いってことです。分かる。今2つにしか注目してないのに、新たに3つ目作っちゃダメじゃん。さあ、どんどん攻撃を振っちゃってくれ。
応あの三限2時20分でおしまいになりますけど、まあ、もうちょっと3分ぐらいになります。あの休憩は各自この後は自由に適当に取ってください。でもう休憩もいらなく早くやりたいっていう人はどんどんやってください。どこで休んでもさっさと終わらしても自由。全部残りはここまでできればあとは自分でできます。録画終了。